琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。僕の運転で弟と一緒におばあちゃんの家へ向かっていた時の話です。遅い時間だったので近道の石川の峠道を通ったんです。その頃には周りは真っ暗ですれ違う車は一台もありませんでした。暗いところが怖い僕は気を紛らわせるために窓を全開にして大声で歌い始めました。弟も一緒に歌ったりしていたのですが、ちょうど峠を下るところで弟が急に下を向いて黙ってしまったんです。どうした？と聞くと弟はしばらく黙って考えたように、にごめんだけど窓全部閉めてできるだけ早く明るいところに行ってほしいと下を向いたまま言いました。弟に霊感があるのを知っていたので黙って従い急いで峠を降りました。無事大通りに出て近くのコンビニで落ち着いたところでさっきのことを聞くと、ニーニーの運転席の窓から女の人が覗いていて入ってこようとしてた。あの時弟が気づかなかったらどうなっていたのでしょうか、というお話ですが、これは地名がね、出てますね。そうですね。石川。石川。石川どうですか？何かと。石川、まあ、あの、トンネルがありますよね。長いね。はいはい、闘技場の横の。うんうん、あそこは、なんか、出ると。まあ、説ですけどね。あ、説ですね。はいはいはい。まあ、トンネルってどこでもそういう話があるんですけど。まあ、あんまりトンネルはいい気はしないですよね、やっぱりね。通った車の後ろを見たら、うん、まあ、女性の手形とか子供の手形がついてたと。いう話とかね。別にこれ、血の手形とかじゃないって。なんか、手形です。とりあえず手形なんです。とりあえず手形がつく。僕もありますね、この手形は。ついたこと。車いですか？正直ね、こんな話、作り話は思ったんですよ。はいはい。よく心霊スポット行って車に手形がついてるとか、うんうんうん、あ、また怖がらせてね、うん、そういう話を作ってるんだろうと思ってたら、うん、ある場所に行った時、本当に子供の手形が、後ろのボンネットのとこに、ついてた。ついてました。吹きましたけどね、すぐに。ありましたね。その時子供いなかったですから。手形って怖いですね、なんかね。まあ、田舎だから、また怖いですよね、夜中暗かったりね。そうですね。うん、やっぱり夜の車ってなかなか怖いですよね。夜道を走る車ってなかなかね。そうなんですよ。特に、一人で乗ってるとね。一人乗ってるとね。こういうラジオを聞きながらね、夜道を走ってると ね、余計怖いですよね。後ろから。ちょっと横を見るとね、そうそう、手形がついてたりとかね。そう。女性の咳払いがしたりね。タバコの煙だけ残ってるとかね。そうですよ。気をつけてください。ね、ドライバーの皆さん。ということで、今夜のお相手は、はい、神崎秀俊と小原武史でお送りしました。でもやっぱこの車と夜道ってこの手の話の宝庫ですよね。そうですね。なんかとっておきのこの怖いっていう、まあ。そうですね。車ってね、はい、ドアが運転席あるでしょ、これ、はい。ドアとドアの間って、うんうん、まあ何もないじゃないですか。あ、はい、あ、ドアの枠とドアの間。まあちょっと金具があって、こうドアが閉まるでしょ？はい。ある人がこう、夜中にね、コンビニに行ったんですよ。うんうん、で、帰り、車をピッて開けて、ドア開けますよね。はい。で、座ります。うん、で、ドアを閉めようとしたら、うん、そのドアと本体の隙間に、はい、うん、女の子が下からじーってこっち見てるんですよ。うわ、怖い。うわーと思ってバンって閉めたんですけど、うん、あれと思って。なんかね、向こう側が見えたらしいんですよ。え、向こう側？つまりドアと本体の間に隙間があって、はい、そっから女の子が見てたと、うんうん。いやいや、そこって重なってたから見えない
はずなんですけど、うん、もう一回開けたらいなかったんですよ。うん、で、あ、これは、まあ見間違いだろうと思って、うん、向こうの道路とか見えないですしね、コンクリートとか。で、ドアを閉めて、走り出したんですけど、うん、しばらく走ると、後ろの座席からガサコソガサコソ音がするんですよ。うん、で、なんか乗ってきたんちゃうかなと思って、パッて見ても何もいないんだけど、はい、ある交差点に止まったんですね、うん。で、何気に後ろの車が近づいてきたから、ここにバックミラーあるじゃないですか。はい、バックミラーでペッて見たら、うん、後ろの座席の背もたれのところに小さい手がこう、うん、乗ってるのが見えたらしくて、乗ってるの。運転しながら悲鳴上げたそうです、それは。うわーっつって。で、急いで、はい、次のコンビニで泊まって、うん、塩とお酒買って、後部座席に一生懸命投げたそうですね。それで一応収まったらしいんですけどね。ああ、そうなんですね。うん、まあなんか、たまに乗ってくるのかな。乗ってくるんでしょうね。フリーライドしたいんです。最高の話だし、ね、やっぱ車に乗りたいのかな、乗ってきますよね。かもしれないですね。よくほら、あの、タクシーに乗ってくる幽霊の話とかね、うんうん、ありますけど、あれ、遡れば人力車に乗ってくる幽霊の話もあるんですよ。あ、そんな前からあるんですね。そうなんですよ。だから、乗り物に乗りたいんでしょうね、人間と一緒に。カゴに乗る幽霊とかもあったんですか、江戸時代に。そこまではね、聞いてない。とりあえず人力車ですね。それはあれですか、その、人力、あの、なんか、椅子のないとこに乗ってるみたいな話。それとも乗り込んでくるんですか？ね、沖縄で一番有名な話は、はいはい、那覇から、うん、あの、一日橋ってあるじゃないですか。ああ、はいはい。あそこまで、うん、女の人が人力車止めて、うんうん、で、乗せてくれと。あ、お客さんに、ね。で、一日橋に行くんだけど、うん、行ったら、うん、あの、火の玉になって消えたとか、あの、アヒルのマジムンって言うんですかね。アフィラーマジムン。アフィラーマジムン。女の人がアヒルになって消えたっていうね。ちょっと可愛いけども、夜中みたいな。川で泳いでるみたいな感じですか。そこはないですけど。ただまあそういう話はいっぱいありますね。そうなんですね。なんか考えたら、だから、これから宇宙船とか出てくるでしょ？宇宙船にも乗ってくるかもしれませんしね。それちょっと微妙し、宇宙人か、幽霊かみたいな。わけ分からなくなるでしょ。なんかみたいなタコみたいなのが乗ってるとかね。そう。手がちょっと違うとかあるかもしれないですけどね。だから人と乗り物がある限り、うん、こういう話は尽きないんだろうなと思いますね。なるほど。限られた空間で、そうですね。なんかね、違うものが入ってくるっていうのは怖い話ですよね。うん、なんか昔読んだ話で、あの、ドイツのね、うん、あの、パイロットが第二次世界大戦中にこう爆撃に行くんですよ。うんうんうん、ところが、仲良くしてた整備工の人が若かったらしいんですけど、はい、一回なんか事故で車輪に踏まれて死んだと、うん、その飛行機の、はい。で、その彼が乗ってくるらしいんですよ、爆撃するたびに。うん、でも、まあ敵じゃないし、襲ってくるわけでもないけど、うんうん、なんかそれが気になって爆弾落とせなかった時もあったみたいな話を聞いたことがあって、乗り込むんでしょうね。そうだね。まあでもそれはなんか守ってるっぽいですね。そうでもないのかな。まあ寂しかったんじゃない。寂しかった。まあ乗り込みおじさんといい、やっぱりそうですね。いろいろね。なんか乗り込んでくる。乗り込んでくる。うん。やっぱり幽霊も寂しいなっていう話ですか。ね、フリーライダーしたいんですね。フリーライダーしたいですね。まあ皆さん、あの、くれぐれもあの、いろんなものに乗り込まれないように。はい。安全運転。はい。お願いいたします。はい、今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。